最初の右ハイで何やってんだか分かんない状態になって、天に轟く怪談師樋口一貞。キングオブ DDT トーナメントでは KOB 最多防衛記録を持つ入江茂弘を撃破。しかし迎えた準決勝、坂口幸男の敗撃で記憶が飛び、コブラクラッチにより締め落とされてしまった。思い起こせば札幌での川島との KOD 戦でも爆走キックからの走馬灯により敗れている。さすがの樋口も意識を飛ばされては勝利することはできない。バイオレットストライカー梅田浩太、前回のメインで中洲の壮絶な蹴り合いを制した DNA のトップストライカー。キックボクシング仕込みの蹴りは一発で試合の流れを変える切れ味を持つ。梅田がハイキックで意識ごと刈り取るか、樋口がパワーで押し潰すか。 DNA7 メインイベント、梅田浩太 VS 樋口一貞。
戦車5分経過、5分経過。Give up!
Yeah.
Yeah!